皆さまこんにちはピクテマーケットフラッシュへようこそ当番組は弊社客員フェロー田中大輔さんと世界経済そして世界の金融について語り合う番組です田中さん本日もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて新年度入りしまして、えー、この朝方の相場をずっと見ておりましたらば 金がですね、結構強くて、再び高値更新しようかというような勢いの中で、やっぱり新年度入りということか、日経金は少しだれるというような展開でございました。今日はこのように金が非常に強い。そして振り返ってみますと、今年に入って、本来であればアメリカのこの金利上昇、そしてドル高という中で、金は下がってもおかしくないのに、大幅に金が上がってきて、再び高値を更新してきていると。 年初は2000ドル台だったものが、3月末には2200ドル、1ドルの4つあたりで超えてくるというのは非常に力強い動きをしてきているということで、ぜひ今日はですね、あの、この金高というのが、今後のリスク資産、例えば株でありますとか、もしくは為替ですね、この変調の先駆けなのかどうかということをテーマに、今年の相場の展開をですね、占っていきたいと。 いうふうに思うのですがこの足元の金の上昇田中さんはどのようにご覧いただいてますでしょうか金価格って面白いのはまずドル基軸通貨に対して安全通貨究極の安全通貨としての金っていうのがあるわけですよねで、ドルとは割とシーソーの関係にあるドルが強いときには金が下がるそれからドルが強いてきて何っていうと米金利が上がっているときで金利がつかない金には不利になる まあこういうことで見るのが循環的な要因ですよね。それと別に、究極の安全通貨という位置づけの中で、どうも先行き不安になると金を買うとか、あるいは基軸通貨ドルが嫌いだからという国が金を買うとか、まあ、こういうことの動きもあって、でこれがドルと、それから金、それからこのドルに対しての円、あるいはユーロっていう、これが三つどもえ四つどもえになって、 相互チェックするのに、いい材料なんですよね。だから、まあ、その意味で金価格というのは注目している。まあ、このところのその金利、あるいはドルの動きに対して。金が、なんかやたらと強いんじゃないか。っていう、これが起こったときには、まあ、どこにその需要があるんだろう。っていう、当然考えるわけです。今申し上げた通りで、まあ、その中においては。例えば、先行き不安ということで言うと。 今一番先行きについて不安を感じているのは中国の人たちで,で株も下がって買えない国内経済どうなるのっていう中で個人投資家も金を買っているそれから地政学の問題がいろいろこじれてくる中で中国当局中央銀行が準備として金を買っているこういうのも当然ありますよねでそこにもしかしたらトランプ大統領がまた誕生するかもっていうと 先行き不安っていうのもやっぱりこう引き起こされやすいということでの金需要がふつふつと出ている、まあ、こんなことがですねいろいろこうイメージとしては想像されるんですで後々統計でこう確認していくと実際それらしい動きもあるこういうものが早めに来てんのかなこれは先々ドルがどうなっていく世界がどうなっていくっていうことのやっぱり先駆け兆しなんじゃないだろうかこういうことをちょっとイメージさせますよね この金利の動きとドルの動きと金は真逆の関係にあるということで金利が低下すると金は上がりますし逆に金利が上昇すると金は下がるというような関係にあるというふうにされているかと思います。それで振り返りますと昨年の暮れ、アメリカの10年国債の利回りは3.88%まで低下している。これは実は今年に入ってから景気は減速していくだろうという見通しの中でアメリカの利下げ幅がおそらく7回近くまでいくだろう。 こういった利下げを織り込む形で金利も随分と下がっていましたけれど、蓋を開けてみれば、今年も個人消費が非常にしっかりしているということで、アメリカの金利は3回までの利下げまで織り込み幅がどんどん縮小してまいりまして、合わせて金利も4.2まで上がってくる。それに合わせて本来は金もですね、利息を生まない金というのは、金利が上がってくると下がってもおかしくないのに、非常にしっかりしている。 そして、先ほどのドル指数に関しても同様のことが言えると。いうことで、じゃあ、この背景には何があるのかと。いうことで考えてみますと、先ほどおっしゃられたような、漠然とした世の中に対する不安ですね。特に中国、この地政学リスクの問題というのは、まだ世界的に残っておりますし、それに加えまして、やはりインフレがどうやら高止まりしそうだ。これはアメリカのみならず、いろんな国で、 特に足元ドル高が来ている反面で各国通貨安。それが各国におけるこのインフレのもとになって、それで各国の国民の皆様がバクたる通貨への不安。こういったところが実は足元で世界的に個人投資家の皆様が金を買おうと。 いうような動きにもつながっているというふうに聞いています。で、さらには中央銀行が、こういった地政学リスクの高まりでありますとか、やはりリスクへの備えということで、通貨の分散として、ドルからこの金を持とうと。 というような動きも広げている。こういったところが本来、経済理論的には金が下がってもかるべきところに新たな、そして大きな既存のですね、需要が残るというような形で金価格の上昇につながってきているというふうに考えられているんですけれど、こうした金の動きって、先ほども今日のテーマでもあります株の動き、そして為替の動き、これに何らかの兆しとなるというか、ものと考えていらっしゃいますか うん、ここでちょっと難しいのがですね金の投資って考えた時に当然のことながら短期中期で循環的なアプローチをする人たちがいるでそれがまさにアメリカの金利が高止まってるからとかあるいはこれから下がりそうだからとか、まあ、こういうことを狙って金の売買をすするいいう人たちがいますよねでその一方で漠然と将来にわたっての不安がある中で金は 分散投資の対象として一定割合を持っておいた方がいいっていうこういう考え方でアプローチする人たちもいるで現状はですねで金が上がってますっていう時にじゃあ循環要因としてアメリカの金利がこれからやっぱりなんやかんやって下がるんだとだからあらかじめ買ってるってこういう説明をされることもある。ででもその一方で ドル円に関して言うといまだにアメリカの金利は直接高いんだからだからドル高い円安の時代はなかなか変わらないだから為替介入はあるんじゃないのってことが危惧されるような条件でこれ一致しないとでこの一致しないところにやっぱりその特殊な需要としての中国がそこにあってっていうことも言われる。それれからインフレこれも インフレの先行き不安っていうのはなんとなく今まで思ってたよりもインフレは結構高止まったままったにななるんじゃないかそうすると実物資産ととしてのの金は魅力がああるるんじゃないかっていかうことの甲斐もある、まあ、そうなってくるとですねこのインフレとか金利とかっていうことの循環的なアプローチと別にもうちょっと根深いところ深いところにある潜在的なかなり長い長期的な視点でやっぱり金って持っといた方がいいよねっていうこういう買い方が そこにあると、まあ、この辺がですね混在してどうもその単純に今の足元の金利と同行というのとは別の力がそこに出てんだなということを感じるんですよね。で,もう一つここで悩ましく思っっているのはやっぱり中国がそこに絡んできているで中国といいますとずっと景気は低迷している不動産が厳しいこれって根本的に手入れないと1990年代の日本みたいに。 かなり尾を引いていくんじゃないか。まあこんなふうに思われている。でも1990年代の日本って振り返るとずっとこの不良債権の問題根っこであってで最後は金融危機になるんですよね。だけどその前段階においては景気循環ってやっぱりあるんですね。景気良くなったり悪くなったり。で良くなった時にはもうバブルの後遺症を脱するかもしれないって二度三度言ってるわけですよ。だけど結果的には抜けられなかったっていうことで 後々失われた10年20年30年という話になってくるとで中国の部分それに近いところはあると思うんですけど、まあ、まさに今日4月1日の株式市場を見ると日本株が大きく落ちているでそれ以外の国の株の先物等を見ると意外としっかりしているなんで日本株落ちたのというとその理由の一つが今朝方発表された中国の生産データが良かった。 それで世界景気にとってはいいんじゃないか、中国いいんじゃないかって言って世界の株式先物は上がってる。じゃあなんで日本売は下でるのって言ったら脱中国で日本に来てたお金が戻るんじゃないかっていう憶測が出てるからみたいなそういう解説になってるんですね。まあ本当にそういうですねあの材料が作装していく中で金がちょっと何か先行してこの兆しここにあって。 この変化ってこの買い方はこの売り方があるんじゃないのっていうのが一つずつこうたぐっていくことによってもう本当にこれから先一歩進むたびにですねここが変わってきてあ本当にこれ続いてるっていうことを見ていく、まあ、そういう材料になってるんですよね。 というのは昨年大きなリスクファクターとして考えられて、特に中国に向かうお金が日本に流れてきているという話もありましたし、中国経済の最強金、最強に対する不透明感というのも一つ大きなテーマで、それが我々からすれば、例えば新興国への投資というチャンスがあるにもかかわらず、どうしてもなかなか前のぼりにできなかった理由かなというふうに思っていますし、そういった中で先ほどもご指摘いただきましたように、中国の国民の皆様、 そして中国の政府も含めて昨年というのは一昨年と比べて100トン近く金をより多く買ってきていると。よく話になりますのが中国政府が金を買っているという話ですが中国の個人の皆様も800トン近くから900トン近い金の実物をこう買いに来ているというような動きにつながっているのはやはり不安といったところが背景にあるのかなというふうに思います。もし中国の景気が良くなる という先ほどのニュースのことでございますけれどもしそういった景気が良くなってまいりますとそれって個人の所得も増加していくそれも実は金需要につながる大きなファクターの一つということでございますので、まあ、いろんなこの時間軸が確かに今混在しているということで非常に評価は難しいんですがその経済が復活するということ自体も実は金需要にとってみればベースラインプラスになってくるのかなというふうに思っています。 そして、これはワールドゴールドカウンセルのレポートに一文さらっと書いてあるんですけれど、中央銀行による金の需要というのはこの2年連続で1000トンを上回ってきていて、これはその前のおよそ10年間、だいたい4、500トンが倍増している。これが実は金融価格を約10%ほど押し上げているだろうというような分析が載っているんですけれども、ただ、それだけでは全然説明しきれなくて、それはこの短期の さまざまなトレーダーによるビューで,読んで買ったり売ったりとしたものの中に、長期のですねそれと個人の投資家の動き、これが隠れてしまっていて、なかなかこの数字としては分析しきれないけれども、こういった需要のところの大きな変化というのも、実は金価格が数値的に上がってきている背景の一つだろうと。 いうようなことにはなっているようでございます。もう今年の相場え、今日金についてずっとお話をさせていただいてまいりましたけれど、実際にこの金というのが炭鉱のカナリアとして、今後のリスク資産にとっての継承を鳴らしているのか、いや、それとは別全然別なものなのか、こういったことに対して、どのように見ていらっしゃいますか、うん、私はあのカナリアとなるほどですね、金一つが今後この場面のシミナルとして、 有効かというのはもうとにかくいろんな要因が錯綜している錯綜している中でどうやらこうじゃないかっていうことを模索している時期がすごく長く続いてるんですよね FRB 自身も悩んでる迷ってる、まあ本当にこの対談の場でも何度も何度も申し上げてきましたけども FRB もう FOMC やるごとにですね多派になったり鳩派になったりって切り替えてるんですね。 で今回もおドットチャートの中身を見るとみんなタカ派にずれてる。だけど、パウエル FRB 議長が会見でものすごく鳩町のことをか語って、タカ派の言葉なんかあえて避けて避けてんじゃないかって思うぐらい鳩町で喋ったで。そうかと思ったら終わった後、今度やっぱり FOMC のメンバーの人たち、FRB の幹部がタカ派的な発言をして、利下げを急ぐわけではない。利下げは年内一回かもしれない。こんな話が出てきて。 でパウエル FRB 議長も討論イベントの中で同じようなことを言ってあれどっちなのっていうことになってる彼ら自身も迷ってるっていう状況にありますよねで通貨市場においてもこれから先米金利が下がったらドルは下がるんだろうっていうこういう見立てがある一方ででもアメリカの金利よりもどうやらヨーロッパの金利の方が先に下がるんじゃないかそうすると ユーロとかポンドが先に下がっていって通貨が安くなることによってドル指数って逆に上がるんじゃないのかっていう,こう,いう見立てもできますよねそうすると円はドルに対して米金利が下がった分円高になったんだけどでもユーロとかそちらの方が先に下がってるんだからといってその分だけそのインパクトが出るのかどうかつまりドルがその分相対的には高くなるのでこの影響ってドル円をかなり緩和することにもなるんじゃなかろうか。 ここういういとも想定されるで材料としてですねそういうふうにこれって決めかねるこれっていうふうにもう言ってだからこれでいくんだって言ってスパッと言い切れないっていうことが延々続いている経済指標も同じよようなところにありますよねアメリカの景気はなんとなく鈍化していく方向にあると思うんだけれども過熱感のある数字が出た 大変だと思ってたら1ヶ月2ヶ月すると下方修正されてでみんな安堵するんだけど、安堵した。ところで、この下方修正された数字全部鳴らしてみてもしっかりし。てる。インフレも同じですよね。インフレもなんかやたら強い数字が出た。でもそれってパウエル議長も季節要因が入ってるから、季節調整でずれてるんだからっていうこういうことを示唆してるんだけども。でもそのことを勘案してもやっぱり2%目標にはちょっとほど遠い。い なかなか届きそうもない。まあ、こういうあの微妙なところの中にいてで、漠然と先行き不安はあるだけど、逆に言うと漠然と適温相場でもある。だからすごくインフレが怖い。金利が怖いっていう状況でもなくなってるんで、株式市場は精製愛というテーマもあるから、それは走っていけるよね。っていう感じがある。で、金もだから先行き不安だからという面もある。一方で。 インフレとリスクオンで金も買えるっていう感じにも見えるっていうこの辺がですね本当にこれっていうふうに決めつけないででも重要なシグナルとしてっていうこの差し掛け難しいですけど私はもうここは両面ありということで見ているということなんですよねある意味3匹のカナリアがいるのかなと世界の個人投資家世界の中央銀行 そして世界のプロの投資家というカナリアが3匹いったとしますとまさにプロの投資家というのはアメリカはソフトランディングというベースシナリオをまだ信じていますし例えばクレジットのスプレッドにしましても非常にタイトこれというのはもともとカナリアってこのスプレッドのことを言われることが上乗せ金利のことが言われることが多かったんですがそのプロの投資家はずっと静かにしていると。 それに対して世界の個人投資家は何かインフレが高まってきている。そして世界的な地政学リスクも含めて透明感が高まってきている。で、アメリカには見えない。他の国のつからすると何か通貨が安くなってきているぞと。それに対する備えをしなければいけない。ということで、世界の投資家という名前のカナリアは少し泣き始めているのかなと。と中央銀行に関しましてもこの2年連続、特にコロナ以降というのはアメリカが大量にドルをする。 という成績を取って以来、中央銀行による金の購入が増えている、これというのは、中央銀行からのある意味、継承が鳴らされているのかなと。ですので、結果、どちらが正しいかっていうのは、後になってみないと分かりませんけれども、対極的な見方が現れてきているのかなというふうに感じています。で、この3月1か月に限ってみますと、このプロの投資家、特に金を見ているプロの投資家というのは ET、ETF、 世界の金 ETF の残高。この動きに現れてくる傾向があるんですけれど、ずっとここ数年低下が続いていた金 ETF の総量なんですけれども、これが3月はほぼ横ばいということで、今までにない動きを示してきておりまして、日によっては6トン買ってきたり、ネットで12トン買う。 というような動きというのもここ最近見たことのないような動きが出てきていると,ということでこれが単なるリバランスなのかそれとも本格的にこのポートフォリオとして金をオーバーウェイトにしようという動きが一部で起き始めてきているのかといったところには今後、先々注目したいなというふうには思っております。えー、ということで今日最後投資家の皆様に一言ぜひまとめでよろししくお願いしま,す、うん、まあ今日の話の中でですね 今、金一つでシグナルとして使えるのかどうかというと、もっと多面的に見た方がいいという話もしました。で先行きについても、こういう見方もできるし、こういう見方もできるし、FRB もやっていると言いました。これだけ聞くとですね、なんだ、何も分かんないじゃないかっていうふうに思うかもしれないけれども、投資家という目線で見たときに考えられるのは、何を変えるんだろうっていうことばっかりを、前向きに考えられる局面でもあるんですよ。実際足元株ししっかりしている 景気悪くなる悪くなるって言うけど悪くならないじゃないじゃあ金利が高止まって株ダメになるんじゃないって言ったらそのまま業績がだんだん良くなってきてるので生成 AI プラス業績でも株って買えるんじゃないのっていう目線で見るようになってるじゃあ債券どうかっていうとほどほど高い金利のところにあってこれで本当に利下げしていくんだったら債券価格は多少なりとも値上がりしていくわけだしやっぱりこれイールドハンンティングで買えるるんじゃないいのっていうところにあるそれから金これもちろんそうですよね 金はいち早くなんか先行き不安も反映してなのか、ドルに逆らってまで上がってるよねっていう話になってくる。だからそうすると、いろんなものについて、どれが買えるんだろうどういう配分で買ったらいいんだろうっていうことを考えられる、かなり前向きないい局面だっていうことが言えるわけです。で、その中で、当然のことながら金も先に上がってれば、上がった分はやっぱり相場ですから波動として落ちる場面ってありますけれども、 何かこのよくわかんない環境が悪い方に行った場合。って言ったら、金はやっぱり上がりやすいっていう性質があるんですよね。だから、私は金そのものを相場として扱うということは。自分の投資スタイルとしてはしてないんですけれども。ただ、まあ、かねてから申し上げているのは、こういう環境って金を一定比率持っておくこと自体は。分散投資という意味合いって、やっぱりあるんですよと。いうことなんですよね。だから。よくわかんない。 でも根っこで前向きでいられるこういう中で、えー、いろんなものの投資ができるということ自体が幸せな場面でその中の一つとして金がやっぱり今ちょっと目立ってますねということですよね本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひ当番組へのご感想そしてご意見等ございましたらばコメント欄にお寄せいただければ幸いです田中さん本日もどうもありがとうございましたありがとうございました